こんばんは。本日もやってまいりました球界の裏トークショーのお時間です。この番組では球界の SNS 上でバズった話題をランキング形式でお届けしてまいります。本日のコメンテーター里崎智也さんです。本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、では里崎さん、はい、新しいこうまた番組といいますかコーナーが始まりましたね。そうですね。だからこのコーナーをですね、世の中に受けるかどうかっていうのをですね、はい、チェックしようというところで、はい、今日は展開していきますけども、はい、やっぱり SNS 上いろんなことがバズります、はい、番組独自に調べまして、ランキング形式でお伝えしていくと、はい、こちら回れば続けます、はい、回らなければやめます。私たちのテンションもこんな感じでやっていく。そうですね、やっぱ真剣にね、球界で起きたことをやっぱ裏トーク、はい、本音を語っていきたいというところでね、ランキング形式にしていろんなことをねトークしていきたいというコーナーです。はい、わかりました。では早速ランキング紹介してまいりましょう。第5位、どうなるオリンピックの、こちらはやはりやっぱり最近ね、やっぱり新型コロナウイルス、うん、しかも変異種が多くなってきて、まあ、今緊急事態宣言も出てますけども、うん、なんか3月ぐらいにね、開催か延期かもしくは中止か決まるらしいんですけども、なかなかちょっとね厳しくなってきたなっていうところはありますよね。そうですね、なんかこうやってこっち見る方もやっぱ心配ですよね、今の状況で行われたら。そうですね。でしかもまあね、その渡航者も今まあ禁止にしてるじゃないですか、やっぱオリンピックってなると世界からね、いろんな選手たちが入ってくるっていうところもありますし、全豪オープンでね陽性者が出たことによって、その飛行機で来た人全員が待機、ホテルの中でっていうのになりましたけど、あれをもし東京オリンピックに置き換えると、もしどっかの競技の国の団体が来日後陽性になりましたと、じゃあそのチャーター便飛行機全員隔離ですと、でもその選手たちは選手村に入ろうとしてましたと、全豪オープンのホテルに行くのとちょっとわけ違いますよね。そうですね。じゃあそのもし30人50人いた場合、でどこ行きますかっていう、いきなりホテル、いきなり病院、対応できないですよね。いや、そうで、どうするんでしょうね。しかもその陽性者を選手村、はい、ちょっと入らないですよね、っていった場合、今回の全豪オープンと同じようにはいかないと思うんですよ、そういったところではなかなか難しいと、でしかも多くの国民がね、アンケートによると延期もしくは中止っていうところでね、なかなか厳しいんじゃない、世界的ですからね、日本だけじゃないんで。私やれる理由がたくさんもしあったとしても、一つ不安があったらそれがこう大きくなっちゃったら大変なことになるじゃないですか、そうなんですよ。でしかもそれでまだ爆発的に、ね、変異種、なんか最近の報道によると、なんか変異種の方が致死率が高くなってるとかっていう、ね、情報もありますし、だから僕は画期的な方法を考えました、はい、お一部の情報にもあったんですけど、オリンピックが開催決まってから開催に向けて結構工事期間ギリギリじゃないですか、はい、どこの国も間に合うのかっていう報道がリオの時もそうでしたし、北京の時もどこの時も結構あるじゃないですか、そうなった時にパリ2024年に向けてコロナウイルスで準備できないですよね。思い切って24年日本、28年パリ、32年ロス行こうっていう、準備できないでしょっていう、もう全部ずらしていこうって、じゃあ準備できてないはずなんですよ、はい、そうなったら今日本は準備できてるんで、あと開催待つだけですよね。確かに。だから大きな何かを整備しなきゃいけないっていうのはないと思うんですよ、感染症対策はあったとしても、それだったらもう思い切って伸ばしたら、お互い幸せなんちゃうかっていう。そうですね。一部のところではね、32年に日本を持っていこうっていう案もあるんですけどね、はい、ああそうなんですね。だからもう思い切って全部飛ばしてね、っていうのもあるんですけど、パリとかロス準備できますかねっていう問題もあるんで、でも2020だけはもう飛ばすというか、だから8年明けて、2024のおそらく収まってるだろうっていうところで、日本で全部ずらしていこうと、の方が一番丸く収まるんじゃないのかなと、まあ、なかなか厳しそうかなっていう、やっぱ SNS 上でもね、結構バズってましたよ、はい、はい、ということでこれが第5位でした、はい、続いて第4位、外国人選手来日困難。いや確かにこれまたシーズン開幕しても外国人選手が来られるのかって。そうなんですよ、なんかその、就労ビザを更新して持ってる方は結構入国しやすいらしいんですけど、新規で取るのは
なかなか今ストップしてるらしいですよね、うん、だから昨年もいたプロ野球でいうと外国人選手たちは今続々来日して2週間の隔離に入ってるっていう報道が結構出てきますよね、はい、でも新戦力っていう選手たちがどこまで入っていけるのか、でこの前12球団の会議してましたけど、どこの球団も平等にしていきたいみたいなね声も出る中で、2月7日緊急事態宣言解除されなさそうですよね今の状況だと。ちょっと厳しいですよね、うん、でしかも僕たちも慣れすぎてて、うん、あの1000人前後になると、はい、減った感が出るのが、いやそうなんですよちょっと1000人久しぶりに下回りました。あ、減ったって思うんですけど、うん、それも異常じゃないですか。そうですね、いやそこの慣れっていうのも怖いんですけど、うん、これなかなか厳しいんで、うんうん、ちょっと新外国人選手、特に今年はね、阪神とか巨人とかね、うん、有力どころの外国人選手が来る中で、はい、いつ来日できるのか、うんっていうところはね、チームの開幕ダッシュに向けては非常に大事なんですけど、うん、なかなか厳しそうかなっていう、うん、だからその去年までいた既存の選手たちがいるチームはどういうふうにね、はい、そこのアドバンテージを生かせるかっていうのもありますけどね。そう思ってくるとやっぱり今シーズンもちょっとイレギュラーなシーズンになる可能性はね、ありますよね。そうですね。でしかもまあいろんな報道でね、多分もしキャンプ中クラスターが出たりなんかしたらね、うん、またなかなか苦しい面もあるんでね、はい、どうなるのかまだ注目していきましょう。そうですね、はい、では続いて第3位、キャンプ無観客。あ、もうキャンプ無観客っていうのはこれ決まったんですか。そう、決まったんですよね、はい、もうあの全12球団、最初は宮崎がね、うん、独自で緊急事態宣言出してるっていうのもあって、うん、で先行して宮崎のキャンプは無観客になったんですけど、はい、沖縄のキャンプも無観客になったんですよ、はい、だからまあこれは仕方ないですね、うん、そうやっぱり多分このチームでクラスターになると、うん、キャンプ中止っていうのもあり得るん で、はい、で宮崎県沖縄県 の、 その住んでる方々にその医療を逼迫させて迷惑させるわけにもいかないじゃないですか、はい、だからそういった面では必要以上にやっぱその予防対策しながらやらなきゃいけないんで、うんうん、もうここはもう仕方ないです ね、 そうですね。だからあのファンの皆さんも、うん、もう球場を宿泊施設に近寄るのも自粛してください。もうそれは分かりますけど、うん、もうその外にだけでも行きたいとか、うん、その敷地内も行くのは、うんもう自粛してください。そうですね、まあ、今までって全国からこうキャンプ地に集まってきてましたけど、うんうん、もちろんそれは禁止、うん、地元の方もなるべく近づかない、うん、敷地内に行くのもホテルの周辺もやっぱりそこは自粛してもらって、うん、なんとか滞りなく行けるように協力してもらいたいですね。そうですね、ファンもやっぱ開幕するのが一番嬉しいですから。そうなんですよ。でも無観客のね、うん、デメリットあるんですよ。お、なんでしょう。あの特殊とかしんどい時に、はい、やっぱ見てくれてる人がいると張り切っちゃうんですよねやっぱ苦しい練習も見てる人がいると張り切っちゃうんですよ、うんまあ、やっぱりいいところ見せたいじゃないですか。ヘロヘロしてるとこ見せたくないですもんね。でガールだーみたいな、うん、こうなんかこうね、はい、出てくるじゃないですか、はい、あの見てくれてる人いないと頑張れないんだよね、うん、から元気も出ないんですよ、はい、あのいいところ見せようっていう気もないじゃないですか、うん、だからそこのね、はい、モチベーションが、はい、無観客の練習は特にきついですよ、うん、そうですね。だから特殊とかの周りと結構周り来るじゃないですか、うんうんあーだーみたいな、はい、見せる掛け声っていうのもなくなってくるんですよ、うん、今年だから球団とかが工夫してもう毎日ライブ配信をするとか、うん、いろいろそういう工夫はでもあるかもしれないですね。そうですね。だから今もなんかあのスカイ A さんとか、はい、ガオラさんとかでやってますよね、はい、それをでもねカメラだとね、うん、ダメだよ。あ、気合入んないですか。全然入んない、もう慣れちゃって慣れちゃってて、はい、やっぱそう人がいるかどうか、うん、だから今回も、はい、その僕行くんですけど、はい、キャンプにね、うん、もうジャイアンツとかだと、うん、ジャイアンツ指定のところで PCR 検査受けないと、はい、まず球場の中にも入れないんですよ。どの球団も球場の中に検査しないと入れないんですよ、はい、であの厳しいところで72時間以内の陰性判定、はい、チームによっては6日の間の陰性判定っていうのがいるんですよ、はい、だから宮崎1週間に行っても3回ぐらい PCR 検査しなきゃいけないんですよ。そんなに頻繁に、まあ、でもそのぐらいまあ万全にして行く人は行かないといけないですね。行かないっていうところでね、はい、まあ、なかなかまた今年のキャンプもね、うん、難しいキャンプになりますよね、はい、さあ続いて第2位、桑田新コーチ誕生ということで、ジャイアンツね、はい、びっくりしましたね。いや桑田さんがコーチに入るんだと思いましたね、うん、あの しないもんやと思ってましたね、はい、私もそう思いました。でしかも1月に決まるのって結構異例ですよね。遅いってことですよね、はい、大体もう11月とか、うん、その年内終わるまでには決まってますよね、はい、それが1月になってからっていうところで、うんうん、まあ、肩書きよく分かんないですけど、はい、まあ、巡回コーチぐらいになるんですかね、うんうん、ベンチもね人が多いんでなかなか入れないと思うんで、はい、だからそこでまあ期待していることは、うん、まあ、ジャイアンツ、まあ、最近のプロ野球もそうですけども、はい、小松さん1年で20完投してるんですよ。
やっぱり最近ね、そのなんかあの、まあ、分業化はしてますけども、その関東っていうところが一気に減ってきてるんで、ジャイアンツでもね、菅野と戸郷だけしか関東してない、で中日が一番関東数多いんですけど、11個なんですけど、10個が大野なんです。そうですね、大野が10個してるんで、だからもうやっぱ関東がね少ないっていうところで、その強弱を入れながらね、その関東できるピッチャーっていうのを小松さんには育ってもらいたいなっていう期待してますね。はい、まあ、分業制って言ってもね、まあ、関東できる能力あっての分業制だと思うんで、これが9回も投げれなかったら6回投げきれないじゃないですか、だからもう10回11回ぐらい投げる体力があって9回投げれるんで、その力の入れ具合、フォームのバランス、プロ野球界のためにもね、そこを僕は個人的には期待したいですけどね。聞きたい選手たくさんいると思いますよ。だってもう20関東よ、はい、ほぼ関東してる。すごいですね。桑田さん、はい、一番得意なの、なんか知ってます？野球で。何？分かんないです。バッティングらしい。バッティングが一番得意？一番得意なのはバッティングで、はい、次が守備で、はい、次がピッチングらしい。なんで野手にならなかったんですか？打つの、だから打つの大好きだから、だからそういうピッチャーのバッティングとかも教えてあげてほしいですよね。そうですね、セリーグはね、なかなか打てないとか、バントもできないっていうところもあるんで、そこ頑張ることによってだいぶチーム変わってきそうですよね。エンドランとかもう楽って言ってました。いやもうなんか才能の塊ですね。そうなんですよ。すごいですね。だからそういう小松さんがね、どういう指導をして、その野球界のためにもね、もう個人的には先発完投型を目指すべきだと思うし、それができなかった時の中継ぎなんで、最初から中継ぎありきでやってるとやっぱりポテンシャル上がっていかないと思うんですよ、そういった意味でも小松さんにはそういう先発完投型の投手を作っていける指導っていうのをね、期待したいし、ちょっと見てみたいなっていう思いはありますね。はい、ではいよいよ第1位の発表です。第1位は清田問題&続報ということなんですが、まあここがやっぱりね、特に1月は1位ですね。もうバズりまくりましたよ。かなりまだね、引き続きこうネット内ではね、いろいろ言われてますからね。そうですね、だからまあ続報的に言うと、まあ、あるその取材の原稿で言うと、そのこの謹慎期間中は球団の施設も使うことができないっていう、っていう報道が出てたんで、じゃあ練習を球団内でできないってこと？そう、球団の施設ではね、できないっていうところで、まあ、ここから先はね、個人ではしていいのか、個人でもダメなのかっていうところでよく分かんないですけども、でね、まあ、その一部 の、 その SNS 上では、反省って言っても何をもって反省なんだとかね、その謝罪文に復帰を前提に語ってるのはおかしいとかね、っていった声はありますけど、まあ、なかなか見えないところはあるんでね、そういったところはまあ注視していく必要はありますけど、女性としてはどうですか、男性が、僕はもう男性側の意見なんですよ。そうですね、女性側からすると、せっかくなんでね、僕は一人でコメントしてましたけど、はい、コメンテーターですもんね、そうですね、すごく大変、ちょっとテンパってますよ今、大変は触れにくい話題ではありますけど、そうですね、まあ、女性からしたらやっぱりまあ印象はね、まあ、そのもちろんその人の家庭とか恋愛事情に別にどうこう言うつもりはないんですよ、ただやっぱりちょっとひどいなと思ったのは、そのコロナに感染して、その病院に行かないでほしいって言ったじゃないですか、あれだけ好き好きって言ってたなら、やっぱり一番はその人のやっぱ体を心配してほしいなっていうところがありますよね。それはもう多くのね、コメントでありましたけど、まあ、ここからはね、しっかり本人も反省して、やるべきことをね、しっかりやって、まあ無期謹慎とはなってますけども、まあ、無期謹慎っていうことは、いずれね復帰できるチャンスがあるわけですから、解雇じゃないんでね、その時のためにね、しっかり反省してね、自分をね見つめ直してもらいたいなと思いますね。同じ過ちは繰り返さないでほしいなと思いますね。そうですね、まあ、というところが、まあ、特にこの1月ね、SNS 上でバズったランキングになりますけども、まあ、これがね回るのか回らないのかですよ。最後はそうですね、ちょっと今日真面目なテンションでお送りしましたけど、そうです、こういうテンションもどうですかっていうね、もう提案ですね。そうです、そうです、やっぱりね、新しいことも探していかなきゃいけないんですよ、やっぱ同じことやっててもね、やってる方もつまんないんで、そうですね、ちょっとテンション変えて。そうです、だからこのね、球界の裏トークショーっていうのをね、SNS 上でバズった話題を、その都度ランキング形式でトークしていく真面目のトーンのね、語りですよ、まあ、回らなかったらね、もうやめるかもしれない、これっきりかもしれない、これっきり、これっきり、もうこれっきりですか。